婦人陸軍部隊航空管制官1943年、婦人陸軍部隊は第二次世界大戦中のアメリカ合衆国において編成された組織。第二次大戦中にテレタイプを操作している婦人陸軍部隊員婦人陸軍部隊はアメリカ陸軍の補助部隊として1942年5月14日に設立され、1943年には組織として、 完全な形となった。最初の指揮官は、テキサス州の有力な政治家婦人であり、法律家、新聞編集者でもあるおびいたカルプホビーが務めた。第二次大戦中は、約15万人ものアメリカ人女性が、婦人陸軍部隊や婦人陸軍補助部隊に勤務した。看護婦を除いて陸軍に勤める最初の女性たちであった。一方、陸軍上層部や、 世論の一般的な保守的な意見は男性不足は新しい政策を必要としていたものの当初は女性が軍服を着ることに反対であった。多くの女性はアメリカ本土勤務であったがヨーロッパや北、アフリカ、ニューギニアなどの世界中の様々な地域で勤務した。例えば、婦人陸軍部隊は最初の進行からに3週間後にはノルマンディの海岸に上陸している。 男性には女性たちが兵士となった場合に男性の地位が低下することを懸念する者も,もいた。また男たちは女性が安全な仕事から戦闘部隊に送られてくることを懸念した。ダグラス・マッカーサー将軍は婦人陸軍部隊について女性たちは一生懸命働くが不平は少なく男性よりも規律正しいと述べるとともに私の一番の兵士たちと呼んだ。 多くの将軍はより多くの婦人陸軍部隊を望み、女性の徴兵を提案したが、深刻な大衆抗議と議会拒絶を招くとして戦争省は大幅な移行には受け入れなかった。15万人の女性たちは7個師団に匹敵する、男性たちを戦場に送り出すことを可能にした。ドワイト・ディ・アイゼンハワー将軍は、女性たちの効率、能力、精神、 決意による貢献は計り知れないと述べている。同時期には、アメリカ軍には同様の組織としては海軍には、ウェーブス、沿岸警備隊には、スパーズ、ウィメンエフォスサービスパイロッツがあった。イギリス空軍には、婦人補助空軍を含む同様な組織があり、ドイツ国防軍においても、国防軍補助部隊が存在している。1978年、婦人陸軍部隊は解散した。 以降、アメリカ陸軍の女性は男性と同じ部隊で勤務していた。もっとも、1994年にレスアスピン国防長官が特定の部隊から女性を除外することによって捕虜になる実質的な危険を取り除くことを命令するまでは女性たちは戦闘の付近までしか許されていなかった。ありがとうございます。